義母先生、義母先生ご案内です。さあ、はい、さあ、今日は三線のこれわかりますか、からくり、まあ、からくいとも言ったりしますけどね、うちなうちで、これの、巻き方と交換の仕方、まあ、要は折れた時とかに交換をする方法をお教えしちゃいます。イエイ。そうですね、結構その持っててぶつけたりとか、まあこの劣化で折れたりとか、まあ、ちょっと踏んづけて折れたりみたいなこともある方もいると思います。その時にそのからくいを交換する方法、お店でもちろんやってもいいんですけど、頑張ればあなたでもできます。押しましょう。はい、じゃあ変えていきます。実際に変えていきましょう。そして、まあ実際に今日折れてはないんですけど、まあ、折れた体というかそれで話をしていきますね。まあ、例えば、この真ん中の弦が折れちゃいました。で、折れた場合はだいたいこの細いこの辺から折れたりすることが多いと思います。で、これを取っていくんですけども、まあ、そのまま取れちゃう場合もありますし、折れちゃうともう折れが激しいと本当に複雑骨折ですね、複雑骨折みたいになると、この中の部分だけここに残っちゃう場合なんかもありますので、その時がちょっと厄介なんですけど、その時はこういったこうドライバーとかで、ちょっとここから押していったり、反対側から押していってあげて、この残っているからくり、折れた部分を取っていきましょう。これはちょっとね、難しい作業なので、これはさすがにちょっと三振に傷つけたくないとか、ちょっとどうしても取れないという場合はもうお店に行くしかないですね。まあ、でも大体このドライバーとかでここを取ってあげると折れた部分が取れます。そして、まあ、こういう感じで見えますかね、替えのからくりを買ってきてもらってお店で売ってますね。まあ、折れなくてもね、僕は結構気分転換に、じゃあこのからくりに今回は変えてみようという感じで、模様替えのようにね変えたりもしてますけども、こういう替えのやつを買ってきまして、見えますか、それを入れていきます。はい、こういう感じですね、入れていきます。で、このからくりにも一応その中じゅる弦、うじゅる弦、みじゅる弦といって、穴のね開いてる当てやすい場所がありますので、この穴の開いてるはめやすいところのからくりを探して入れていきましょう。で、穴の開いてるところ、穴が開いてますので、そこの穴に糸を、見えますか、入れていきます。ちょっと見えづらいかもしれないな。こういう感じで穴入れていって、ぐるぐると巻いていきますね。こういう感じですね。ぐる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 巻いていって、そうそうそう、やっていきます。で、からくりですね、皆さんよく結構やっちゃうのが、どうしても入れたてだと緩いので、中に、押していきながら回していきましょう。こういう感じですね。こういう感じで中に両手を使ってでもいいです。こうやって最後ら辺は、中に押し込むイメージで回していかないとキュルキュルと緩んじゃいます。で、後ろから見るとこういう感じ、小指でちょっと見えますか、押さえてあげますね。中に押し込みながら回していく。うーじるとみーじるはこういう感じですね。で、ここに指を挟んであげて、押しながら、押しながら回す、押しながら回す、押しながら回す。わかりますか？ちょっと難しいんですけども、内側に押してあげながら回していかないと緩んでいきますので、押しながら回していきましょう。で、チューニングをしていきます。変わりましたね。はい、今日はね、からくりの交換の仕方をしました。まあ、お店でねやってもらってもいいんですけど、まあ、変な話、お店でやるとお金かかりますよね。今日はね、無料でできるようになりましたね。あなたもこれで、あなたも義母先生なんてね。